今回は、ジークとマガトのもっと早く気づいていれば、に対する、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。ジークいい天気じゃないか、もっと早くそう思ってたら。俺こいつ大好きかもしれんってなった。ちょろすぎだろ俺もだけど。キャッチボールしてるだけでよかったって今さら気づいたのかよ、読んでるこっちはずっと知ってたよ。死んでくれたから許せるのはあると思う。大好きなキャッチボールでたくさん殺してしまったね。名実ともにデッドボールだから。さらに死にたいと言って死ぬのではなく生きたいと思いながら死んだからな、死んでもいいから死ぬわけじゃないのは超重要。アルミンとの問答で正に救いを見てから罪を自覚してるのがいいよね。絶望の中で死ぬんじゃないから右上だよ。でも成長の眉間のシワは深くなる。あの環境じゃキャッチボールだけやっててもどうだろう、平和な世界ならよかったのにな。悔いて死んでくれたのと死も復讐もカラッとした感じで終わったからな。こんな感覚初めてよ。特殊な家庭で育って思想が歪んだ背景もあるし、王家の血なんていう特殊な力を持って生まれてしまって実行できるのが自分しかいない状況で利己的になるんじゃなくて自分がいいと信じる結末に向かって進んでたし、こいつの犠牲者はいっぱいいるけど嫌いに離れない。何をしたかったのかがはっきりしたけど、今までやってきたことを考えれば許されないような、もっと早く気づけていればなあってのは切なくて好き。完結に向けてどんどん研ぎ澄まされていくけど、こいつ周りは特に100点満点だった。成長にとってのカタルシスはむしろ成長の未来縛るような死じゃなくて心底良かったと思う。進撃で一番好きな死に様なんていうか、お疲れ様って感じの死に様。親が頭復権派だしな。転がれた方がスッキリして、さつった方が曇るって構図がライナーぶん殴ったちゃんと同じなのがひどい。絶対に許されないキャラだけど、読者はだいぶほだされてるし、どうするんだろうと思ってたら自分から首差し出してきた。階層でボール蹴ってる親子見て父と遊ぼうとしたのがいい。交流できればキャッチボールじゃなくて別にサッカーでも何でもよかったんだ。まあでもエルディアも好きなわけではないけど、僕からどちらにも被害が少ない方法をできればやりたくないクソみたいな手段を使って実行するおじさん。こんなに悲しいなら生まれてこなければよかったって泣いてた二人が、あなたとキャッチボールできるならもう一度生まれてきてもいいなって言葉で人生を肯定できたのがいいよね。途中から同化になってたけど、いい結末迎えられてよかった。成長に投げたボールがついに帰ってきたんだな。すっきりというか止めてた息をやっと再開できた感じだな。アルミンたちを救っていったから、落とし所としてはかゆいところに手が届いてる。キャッチボールぐらいしか楽しいことがない人生と言える。よく考えたら血鳴らしを止めるキーだから仕方ないんだけど、アルミンと協力。死んだ知り合いも味方についた。ジークさんのおかげなんだ。からのいきなり死んで一緒に戦わないのってなった。言っちまえば死んで王家切り離すのが戦いだから。そういやこいつ死んだから接続切れて血鳴らし止まったんだよなって前の方から読み直しててやっと気づいた。後で後悔することってちょくちょくあるから、死ぬ時なんか寂しかったな。差別やら大義やら生まれに耐えながらも良いところに目を向けられていたら自由に近づいた結論かもしれない。この世界では難しい話だわ。ページめくった瞬間に首飛んでる演出すごい上手くて好きよ。インザ味わい深い。何すっきり死んでんだよ、平常のことも考えてやれよ。いい天気だったからすっきりした気分で死にたかったんだ。平常の気持ちに配慮して悪役する気分に離れなかったんだ。ユミルがマジで何考えてるかわからなすぎて、お兄ちゃん特別悪くはないと思うよ。喋れないからな。探してた答えにはたどり着いたけど、何やら満足しじゃなくてちゃんと悔いを残して復讐を受け入れるのが良かった。ようやく空の青さに気づけた人生だからな。でも虫が良すぎるよな。滅びろユミルの民っていうヘイトが根底にあるわけでもないからね。ただ悲しみを繰り返したくなかっただけで、生まれ育った環境がクソなんだから仕方ないんだ。潔よし。視力とかはあったのかなこいつ。ジークの視力なんてそれこそ叶うのならずっとキャッチボールしていたかっただけだろ。そこにジークがやっと気づけたんだよな。青い空の下でボール投げて受けてまた投げて、それができる人生ならな。関わった人間の人生をめちゃくちゃにしつつ、ジーク本人もひたすら傷つきまくる悲惨な人生ではあったな。まずまあれに強烈な憎悪を持つグリシャが王家と接触して生まれた期待の子供ってのがこいつのスタートだからな。両親もまあれ帝国も奇跡の子供ジークとして扱ってたから、町婆さんだけがジークを一人の人間として見てくれたんだよね。父さんも昔は弟の言いなりだったのに、やっと息子に反抗する立場になったか。見ててくれよ、した時はわよしねって思ってました。見てくれよこの100点満点の死、美しい。
最後まで自分勝手な奴だとは思うよ。弟の方が自由を求めたはずなのに解放されたお兄ちゃんの方が自由に見えてしまう。親と仲良くしたいだけの子供なんだよな。父探り者は。じゃあ、ゲームセットを。とか言ってる時は本気で嫌いだったよ。ただ特攻する調査兵団にイラッとしてる姿は何かあるんだろうと思ってはいた。ヘドが出る派はなんマジになってんだよとかみんなを誇り高き肉片にしてやろうぜってセリフは好き。元はエルディア人を救おうとしてたんだから逃げれば何人かは見逃してやろうとか思ってたのかな。いやでもジークは親を告発するぐらい徹底するやつだし。読んでて俺自分が思ってたよりはるかにジーク好きだったボイ。わかるよ。記憶の旅で親父自身めっちゃ食えてたの見たし謝罪もしてもらえてよかったね。私は悪い父親だったすまないって一番聞きたかった言葉だろうしな。リヴァイが殺したがってることはよくわかってたからどうせ死ぬならリヴァイの手でって心配り。リヴァイは逆に曇る。何気ない日常に生きる意味を見出すってこの漫画にふさわしくないけどいいよね。進撃って感じではないけどあの世界に必要なものだよ。それができなくなっちまうから地ならしするわ。よく考えるとこの漫画でどこかの誰かが崇高な理念を掲げて世の中の面倒な問題を一発解消しようとか考えた時にろくなことになってないんだよな。崇高な理念を信じてそのために戦って死んでいった大勢の連中はただのバカじゃないです。何気ない日常にこのために生まれてきたんじゃないかってくらい幸せだったアルミンとアルミンの話を聞いて未知の世界に心躍らせて壁に閉じ込められていることを許せないと思ったエレンの対比ではこいつらどうやっても決別したんだろうなってすごい悲しくなった。エレンはカルラの言葉かなり引きずってるし仲間や気に入った相手にはただ長生きしてほしいって言っちゃう程度には日常も好きだよ。というか外の世界の夢を現実に破壊されて仲間との日常というか故郷を守りたい願いだけが残ったというか。どっちも大切なものだからこそ俺はがっかりしたってなっちゃうしごめんごめんってなっちゃうのがさ。成長はついに打てたのに全然さっぱりしない。つまりまだ死ねないってことだ幸せになれ。グリシャもジークも平穏な世界であればただのめちゃくちゃ優秀で善良な人だったんだろうな。戦争は良くないよな。ライナーが割と本音なんだよね。汚れ仕事やりまくって嫌なやつなんだけど悲劇的な過去があったゆえに歪んだ使命感に囚われてしまったとこはフロックと同じだな。こんな経験しなければならなかったのには何か意味があるって考えてしまうとな。根が真面目でデリケートだから自分から赤獄的に狂わないとやってけないって感じがにじみ出てるのもな。おい早く私を殺しにいらっしゃい。何かこう切ない悪いことしたし責任を取って死のうとしてるけどこの世界も悪くないなってことに気づけた感じが。結局民族主義に囚われてたのはお兄ちゃんの方だったんだよな。最後くらいスカッとしてだろ。殺してくれ。エレンから遅れたけどちゃんとユミルちゃん理解したのに。ムカつくことしかやってないし言ってないのにいつの間にかこいつのこと好きになっててやばいよ。こういうの本当うまいよな。俺は伊佐山先生の手のひらの上だ。見事なキャッチボールだろ。ずっとぶっ殺したかったクソ野郎が絶体絶命のみんなを助けて自ら首を差し出しに来た。クソ野郎だけど死んだらーってなってしまう味のあるキャラだった。虫が良すぎるよなって自分で言ってるしな。多分この二人はすっきりしない終わりになると思ってたがいい着地点だった。アルミンとジークの和解。ジークが皆のピンチを救う。ってなったから共闘フラグかと思ってたらリヴァイが即殺しててびっくりした。こいつなら確実に始末してくれるっていうある意味最高に来てるシーンではある。どちらにせよジークも寿命間近だしね。どうせなら首を欲しがってるやつにくれてやる。戦国武将かな。もう2周ぐらい回ってジークと兵長来てない。むしろもう好きだなでしょジーク矢印兵長の心情。リヴァイが人殺ししそうな目になるようなこと言うな。要するにジーク嫌いになれなかったぬ。敬語で喋るでカイサルの頃からずっと良いキャラだったよねジーク。あのなんとかって村には悪いことしたなぁ。ごめんなぁ。なんとかじゃねえかぼち村だ。どうしたそんな顔して。親でも殺されたのか。リヴァイの敵討ちに一切の爽快感もカタルシスもなく最後の最後にリヴァイもジークもお互いやるべきことをやったんだなぁという考えが残るのほんとよかった。いやぁお空綺麗だなぁ。おいリヴァイこっちこっち。ネームの時点でもうすごい表情の兵長。兵長はこういう顔するわ感がすごいな。こいつはこいつで地なら仕留めるために命差し出したと思うとね兵長は曇る。うすうすわかってると思うよ兵長。まあやりきれない雰囲気と関係なしにとりあえず殺さないと。このシーンでてっきり仲直りするのかと。仲直りしたとしてもどの道ジークの気持ちを汲むために殺さなきゃ。
元から殺すつもりだったとはいえムカつくクソ野郎が晴れやかな顔して自分から死にに来たってのはさらにムカつくだろう。クサレインもいいところだよこいつら。いいキャラしてたなお兄ちゃん。もっとみっともなく死んで欲しかった。兵長すらなんだよこれって思うような最後だからこそある意味味があるキャラだったと思う。ケツの吹き方が独特なんだ誰にも言わないでくれ。実際尻拭いは知り合いの巨人呼んでリヴァイに殺されるっていう独特なやり方だったな。一部のボス的存在だから嫌われてるのはあると思う。最初から悪い人ではない。調査兵団を大量に殺した時も玉砕について切れながら殺してたし、楽しみながら殺してる最古と勘違いしてる人もいるけど、バナナの皮ですっ転んで頭打って死亡とか。そこまで処罰感情をこじらせる方が怖いわ。間接的に殺した人数まで含めるならライナーの方が多いだろうし別にいいだろ。世界は残酷でとても美しい進撃の巨人を表してる言葉だわ。世の中全ての人間がキャッチボールや友達とのかけっこで満足できてたらこんなことにはならなかったし、満足できないから人類は発展していったんだって考えると本当に世界は残酷。とはいえアルミンのように他者を知り対話をして最大限相互理解していくことが小さな小さな希望の日なのかもしれない。単行本ラストでも現実世界でも争いは続いてしまっているので険しい道なのは間違いないけども、こいつの人生本当にろくなことがなかったな。だからこそエルディア人は生まれてきてしまうこと自体が苦痛だとして未来のエルディア人たちを救うために安楽死計画を立てたんだ。そしてそんなろくでもない人生でもキャッチボールできれば幸せだったんだなぁと気づいたんだ。でもいっぱい殺してきて今さら調子良すぎるよな。ミットはないけど猿の姿で石でキャッチボール。エルディアの偉い人にも美味しいワインも渡したし兵団とは仲良くできたはずだよ。そのキャッチボール投げ返されてくるのが兵長なんですが、人生ろくなことがなくて歪んでるんだけど意外とこじらせてないんだよな。目的は私利私欲じゃなくて巨人という存在による世界の圧力の解消だし、アルミンに諭されたらちゃんと納得して考えを改めたし、草バーさんの人生君は引き継ぐべきじゃなかったな。ギリシャと草バーという名にも褒めるべきところがないクソ大人に育てられたのがジークの不幸。ギリシャって誰だよ。まあ英語だとグリース出した昭和ね。極派しない剣は伸びない。エレンと二人で壁にもたれながらエアタンにその子はお前のことがめちゃくちゃ好きだってだけだと思うぜとか恋愛相談してたの。お兄ちゃんの人生の中でもキャッチボールと並んで最高に充実した時間だったんだろうな。緩やかな断酒を計画してるのに弟の恋愛は普通に応援しちゃうあたりが割り切れてないカンタだよ。というかエレンもどんなセリフでその相談事をお兄ちゃんに切り出したんだ。キャッチしてくれなかったボールを拾いに行くお兄ちゃん優しすぎる。お兄ちゃん頑張っちゃうぞ感出てたし弟の存在にワクワクしてたんだろうなと思うと悲しい。グリシャが他所で作った息子だから憎むとかじゃなくて家族に頼られて生き生きしてるお兄ちゃんの顔してんだあいつ。巨人になって空が近くなったのに下ばっか見てるやつ、家族愛に飢えてるくせに繁殖能力なくそうとするやつ。自分の知り合いもジークはちょっといろいろ許されんよねって言ってたのにこの回で好きになったらしい。自分も今までいまいち理解できんやつだったけどこの最後で今まで世界をそんな風にしか見られなかったんだなって初めて共感できたな。いい天気じゃないかってセリフだけでここまで表現できるのはすごいわ。ジークとはあんまし関係ないけど調査兵団殺して生き残った巨人のメンツって作中でも許されてる感じなの？誰にかによる森を出ようとしてる相手かどうか。とりあえず兄とライナーはどうなったんだ、作中で謝ったりしたのか。自分で読んだ方がいいよ。そもそもマーレ組の子供たちが自分自身で背負うと決めるか否かはともかくパラジ側も戦闘行為だったと受け入れている。それ言い出したらアルミンたちもマーレ人虐殺してるわけだし、その話し出したらマーレ側が最終的に正しいことになるからやめよう。ヒストリアトとミカサとヒッチとリコがすっぽんぽんになって謝らないと許されないレベルだからな。もはやそこを許す許さないのレベルじゃなくなってる。むしろ最終回で言えばアルミンやジャンたちも世界的に見たら暗殺されてもおかしくないレベルのことしでかした立場だし、まあ兵長とか島川メインキャラ矢印ライナーたちに関して言えば普通に許してるし仕方なかったってやつだに収まる。エレンに会ってすぐお兄ちゃん風吹かせたところとか恋愛相談にノリノリなところとかエルディア人の虚勢など手を汚すのは自分がやろうとするところとか割と好きなポイントは多かった。責任感と覚悟の度合いは作中でもトップレベルに強い人ではある。行動理念が基本的に誰かのためなので、それまではヘイトがストップ高だったのにキャラクターが深掘りされるにつれ読者からの同情や共感が増していった。最後になって、やっと誰かのためでない純粋な自分の願望が持てたのは救いだったかもしれない。
ジークはどうすりゃ幸せになれたんだろうな。密告だけで身内の安全が担保できたかはわからんし、恩人の草婆さんを他の奴に食われるなら自分が継ぎたかっただろうし、かといってそれは繁殖剥奪を目指さなくったって地獄だろうし、やっぱ一番は継承せず家畜として人生を静かに過ごすことなのかな。親を売ったり、自分の一族の繁殖能力なくそうとしたり、滅びたいだけの奴だったからな。周りと一緒にじゃなくて、自分だけで滅んだらよかったんじゃないかな。それこそ普通に家庭持って、毎日子供とキャッチボールするような生活を送れればすげえ幸せだったんじゃねえかな。足がらみありすぎて、叶わぬ夢だったとは思うけど。エレン以上に運命の奴隷な人だから無理。王家の血を引いてるあたりですでに罪だと思うんだよね。どうしたって利用したい奴は寄ってくる。かわいそうに、エルディア人でさえなければな。こういうの好き。モンスターの殺し屋のデブのおっさんがスコープ越しに標的がコーヒーを飲むの見て殺し屋やめるのとか。下道なこともしたけど決して楽しんでやってたわけではないし、エルディア、マーレ双方にとって大きなお世話であったけど、私欲のためにやってたわけでもない。最後には虫が良すぎると食えて死ぬ悪役ではあっても根っからの悪人ではなかったのが人生生きづらそう。楽しむも何もこいつ基本的にわらげまとかレイジと同じメンタリティだから世の中に何の楽しみも見出してない。全員方向性違うが、死んだ方は世の中に本当に楽しいものを見出したけどそれを許される生き様してないから死んだという共通点はあるなう。草婆さんとキャッチボールして気づきかけてたのよね。そこから密告騒動のせいで。アルミンがイェーガー兄弟への特攻持ちだったな。エレンのように子供時代に会っておけばよかった。天気が良いっていう誰でも感じられるようなわずかな幸せにも気づかず、ジークは暗い人生を生きていたって感じさせてくれる伊佐山先生の言葉選びのセンスすごい。最後にもっと生きたいなぁと思ってはいるが、それを許される生き方をしてこなかったことを知ってる。だから死を選んだなんとも言えない死に様だ。どのキャラもだけど、とりわけこいつはガビ山先生のシビアで優しい人物観察眼がいかんなく発揮されてると思う。 DV 小安で俺は会いたくなかったけどな。お聞くまでは死ねんてマジで。DV ってなんだよ。 CV です。すいません。小安さん、カボチ村 D95 じゃねえ。カワララガコ村って言いたかったと思いたい。初めて獣の巨人が登場して喋った。やった時、暴行殺本でこの世界がゲームの中の世界のようなものだと仮定して幼い子供のプレイヤーが特殊なスキンをつけてログインして、初めて見るものを珍しく思って三毛を無邪気に殴って遊んでいるようにも思えると考察されてたのを思い出す。ある意味合ってたなぁ。その通りだ。ガリアード、お前の言ってることは全て正しい。好きなキャラだった悪役をやってはいたけど共感できるところもあって憎めなかった。兵長がこいつの首を切った瞬間、最後の一撃は切ないっていうキャッチコピーが頭に流れたんだ。お兄ちゃんはキャッチ石井和久や新垣みたいな濃厚ならあんな人殺さずに済んだのに。天気が良いとかかけっこ気持ちいいとか、そこら辺に転がってる小さな出来事に喜びを見出すのは現実を生きる上でも本当に大切。最後のアルミンとの語らいのところがなぜか無性に泣けた。休日の午後3時くらいに初めて外出した時によくこのセリフを使う。パーフェクトゲームの時は調査兵団の無謀っぷりに怒ってたけど、もうほぼ戦闘できない状態だった三毛さんを殴り殺しにしたのはどうかと思う。良くも悪くも終始エレンの味方だったからな。最後まで自分勝手な奴だとは思うよ。弟の方が自由を求めたはずなのに、解放されたお兄ちゃんの方が自由に見えてしまう。お兄ちゃんは自由を求めてなかったというより、物心ついた時点から死ぬ直前まで使命感ガチガチに囚われすぎて自分の自由を求めるって発想すらなかったんじゃねえかなと悲しい感想を抱いてしまった。生まれては父にスパイとして利用され、親を撃った後は王家の末裔としてエルディア人の後始末を考え、自由って発想そのものがなかったんだな。何回の上都市脚本っぽいセリフだ。エレンにお兄ちゃんが助けてやるって言ってたり、ほんとなもうちょい環境がマシだったらな。イェーガー家の男は祖父を除けばみんな殺戮の実行犯だけど、世界がこんなにクソじゃなければこうなってなかったんだよな。進撃はいろいろ派手な要素を突っ込んでくるからそっちに目が行きがちだけど、こういうセリフや目の付けどころがいいんだよな。進撃フォロワーでうまくいかないのは大体派手な要素だけ真似しようとしてる。ここからは、マガトに対するみんなの反応です。ここの階層いいよね。ちゃんとジークも入ってるとこがいいよね。アニメで色がついたらもっと悲しくなった。20年以上お前を見てきたが、未だそこ知れぬガキのままだって言葉がさ、ちょっと違う風に聞こえてくるよな。マガト年齢からしたらジークも子供だもんな。半分はもう死んでる。輪に入らずに背中を向けてるけど顔はこっちを向いてるジークいいよね。おいなんで兄とマルセルがはぶられてる。
おいなんでベルトルトが忘れられてる。ベルトルトもな4年後視点だから仕方ないんだけどね。あのライナー僕も。戦士隊みんな仲良かったもんな。4年後の回想だからマルセルベルトルトがいないのはしゃあないでも島に送り出す時に思想奪還してこいじゃなくて無事に帰ってこいって言ったので、確実にその二人も思ってたのは確かだよ。やっぱりエンドカードは今日みたいな正統派が好きだ。それじゃまるで吹っ飛ばされるライナーのエンドカードが正統派じゃないみたいじゃないか。10踏まるライナーはまだ良かったけどあの回は単純にふざけてるのかと思ったさすがに遊びすぎでは、と。むしろ10踏まるライナーエンドカードが受け入れられるなら何でもいけるだろ。あれは本来辛いシーンだし。だけどそういう意図でエンドカードにしてないよね。多分だけど。エンドカードは受けより余韻に浸りたい。イッチって全体的にエンドカードどうだっけ？最近遊びすぎてるから、今10フェ出されたら辛さを感じ取るより、公式が受け狙いにこの場面使わんでくれようって思うかも。イチキってのはファイナルシーズン1かね？そう。だいたいこんな感じ。イチは正統派で好きにはこの後コニーの変顔とボコられライナーだし、変顔と来客は視聴者サービスのつもりなんだろうけど公式がウキウキ出してくるとなんか違うってなるわ米印個人的感想。真面目にやるよりネタに走った方がツイッターで話題にしてもらえて注目度が上がるとか制作者にとって良いことがあるんだろうから、本編以外のとこでならふざけてもいいと思う米印子感想。コルトの側頭部の髪が影で黒っぽくなってるせいで刈り上げに見えて誰だこいつ？コルト？消去法的にコルトだよな？ってなった。やっぱりピークちゃんは原作より MAPPA の方が可愛いな。ジークもマガと元帥の中では未だに底知れぬガキマーレを裏切ってレベリオ落ちの海にしたことは確かだけど、それでも世界に狂わされた者の一人であることをちゃんと理解してたんだよな。隅っこでいいから兄とベルトルト置いてくれたらよかったのに、そしてジークを外して。マガとを考察するのにジークは必須なんだ。普通に生きて欲しかったガキの一人であるジークの理想が自分たちに双子と子供が生まれない世界なのがほんと、残酷な事実すぎるよ。俺ようやく気づいた2万人たちがただ普通に生きることができたら俺はどんなに嬉しかったかわら。何は露天ねん。お前もここに書き込んだ時点で同じ穴の無地なやで。お前の頭はガビ山にやられちまった芸術に操られてるのはお前だろうが。がアニマンに書き込んでいるのを見ながら、俺はなんでアニマンに書き込んでいるんだ、って思った。そして怒りに任せて変身した欲もアニマン民を、とか言いながら。もういいって罪悪感で頭がおかしくなっちまったんだろ。すまないって書き込めねえんだよ。お前と同じだよ仕方がなかったってやつだ。なんでコルト2ブロックみたいになってるんや。そりゃ悪魔の末裔だと思ってても共感。としてずっと見てて戦場でも一緒だと情が湧くと思うよ。まあ、中にはそれでも使い捨ての駒としか思わない人もいたろうけどマガトは根は真っ当な人だったんだ。アメリカ南北戦争の時、北軍が編成した黒人部隊の幹部に任命された白人将校のエピソードを思い出した。南軍に捕らえられたら即刻銃殺になる危険な立場なんだが、妙な連帯感が湧いたと実家への手紙に書いている。回顧録を残せていないことからお察しなんだが。個人的にはビリー・タイバーの存在と最後がきっかけにもなってる気がする。毎週しんどすぎる内容だからアニメ組への配慮だろう。原作巻末漫画みたいなもんだ。ガキ洗脳してテロさせた奴が今さら何を言ってもな。んなことは分かってんだよ、わざわざ教えてもらわなくてもな。今さら何か言ったとしてもそれを聞かなきゃいけないんだ。歴史の話をした後に未来の話もしないといけない。好きなセリフエレンのベルト壊したキースもその気持ちはよくわかると思う。公式がネタに走るのは嫌なんだよ、もうオタクって面倒くせえなぁ。マガトみたいなタイプの先生が最終的に生徒人気高かったりする。対話と交流してれば相手が何者でも情が湧くような先に対話と交流を放棄した壁内人類には情けなんてかけられないわけだが、ピークちゃんこんなに顔違ってたのか。樋口愛戦争なんて愚かな凶暴。悪魔の子はそうやって戦争の本質を見ようともせずに切って捨てる姿を否定してる定期。これとはライターで戦争なんて愚かな凶暴の部分だけ取り上げてほんとそれなとか言ってるの見るとんってなる。次回のエンドカードが一番楽しみまである。やっぱりあのシーンかと思ってるけど、あのシーンをアニメで音と声付きで見れるの本当に嬉しい。ちゃんとオドゾフィアを忘れてないところが泣けるわ。有能で良識ある大人軍人としてそう思わざるを得ないわな。その平和のためにはどうしたって犠牲が必要という矛盾に葛藤していたと思うよ。地ならしに追い込まれなかったら改心せんかったんやろ。同情できるとこかここ。
地鳴らしの前にタイバーと国の立て直しの計画してたじゃん。すぐ帰った飛行船はちゃんと他国を呼んできてたし、襲撃の後すぐマガトが元帥に慣れててミュラー長官とか配置されてたし、マーレ人とエルディア人と共存を目指してたならすごいことだよ。エルディア人の特性は置いとくとして、改心したんじゃなくて自分の本音をようやく表に出して認めたが正解やろ。読解力低くないか。何の改心もしなかったエレンとフロックよりマシ。吹っ飛びライナーをふざけてるのかと思うのは普通に毒されてるだけだぞ。あの話で最も重要なシーンだろ。そもそもあの会話動きがなさすぎて、いわゆるかっこいい系の絵がないからネタによるのも仕方ないと思うけどな。シチューは現在提供できる情報で使っちゃったから、なんか森かくらいしか選択肢がねえ。さすがにのシーンはネタすぎるしな。必死にネタによらずに選んだ場面があれだったんだろうな。アニメの1話見ると、あのマガトとコルトとガリたちがいた塹壕のシーンが懐かしくて、あそこに家作って住みたいくらい。戦士隊のみんなにとっても親父みたいな存在だったんだろうか。キース教官の言う通り、思いは伝わっていたと思う。マガトはドベどころか戦士候補生の資格すらない落ちこぼれだった頃からジークを見てたからね。エルディア復権派だった両親とマーレに服従すべしな祖父母、サバは身近な大人に当人にとっては救いだったとしても、引っ張り回されてるのを薄々気づいていただろうし見放せないよな。ジークが落ちこぼれていたのは単純にやる気がなかっただけで、両親を密告してからは期待されていないとはいえ、獣の巨人を継承して戦士長に上り詰めるほどの才能と努力を発揮してみせた。むしろ普通はマガトみたいになんだこのガキって不信感を持つのだが、まあ上辺だけの実力しか眼中にない間抜けのマーレ上層部よ。アニメのキースとマガトめちゃくちゃうまいよね。ジークやライナーは元落ちこぼれだから大人からしたら愛着湧きそう。ベルベルはなんか最初から全科目に3位取って先生からも、まああいつはほっといて大丈夫だなって思われてるタイプっぽい。ジークはクサバーさんしか信じてなかったけど、中途半端に真面目に戦争で働いてたからピークは攻撃するとき一瞬ためらってたし、マガトは裏切り者は俺が裁くとか切れてるし、ポルコだって居残りしてた時のジーク思い出してたし、コルトもまあいい人だろうって思ってたのにジークひどいよね。いや、ジークはジークでちゃんと戦士隊の面々に一定の情はあっただろう。目的のために切り捨てることができることと情がないことは必ずしもイコールじゃないだろうし、もしジークが戦士隊に情がなければファルコが脊髄液飲んだ剣でうろたえることもなかっただろう。でもその目的が他人の生殖能力を奪う。だから何も同情湧かないジークも働く細胞の特別編でも読めてたらよかったのに、生まれる前まで記憶の旅に行ってくればよかったのに。過去の日常を想起してるんだから当然とはいえ、腕章をちゃんとつけてるのがすごく味わい深い。全員分は見えないところからもわかるように構図とかで見せないように配置することは可能なのに、ちゃんと腕章付きだとわかるやつを置いてることで全員腕章付きなんだろうなというのがわかるのがすごく。逆に俺は原作の腕章をつけていない、普通に生きているあの子たちの姿が良かったんだけどな。階層というかこうあって欲しかったという画像なのだと俺は捉えた。コルトとかいう頼れる兄ちゃん、巨人にもならないし扱いが地味だけど思いやりも行動力もあるしめちゃくちゃ好きだわ。あのエンドカードのライナー、ドッカンバトルで敵が吹っ飛ばされてるイラストってコメント見て笑ったわ。マガト元帥は殿を務めて死んだけれど、これからのパラディのことを考えるとマガト元帥は生きていた方がいいよね。エレン倒してもこれからの外の世界と交渉をエルディア人のアルミンたちだけにやらせるよりも、マーレ軍の指導者であるマガト元帥が間に入った方がうまくいきそうなものだけど、そういうのが最終回のパラディ滅亡につながったのかな。そもそもパラディ滅亡はそれこそ100年以上先の未来の話なんで、おそらく作中の行動云々要素はないかと。あれは単に文明の栄枯盛衰ってだけっしょ。スクカーが静止確定でそこから100年前に巨人だから、残念ながらパラディ島滅亡まで100年も経ってない。あのパラディ滅亡の場面ってスクカー時空の後って思ってるから、これは噛み合わないな。俺もスクカーは滅亡の前の時代だと思ってる。原作でマガト死んだ時エレンと話するなら一番その場にいなきゃダメだろって思った。それ以前に生きてないといけない人材なんだけど、それ以外の選択肢がそもそもないという、今後エレンを止める時に必要になる巨人化と立体起動ができる人材は減らせない。そしてその条件から外れて、かつ短時間で船を潰せる人材がマガト隊長だけというね。育てた世代が同時に退場したもんね。で、清美は自分の国が滅びて帰れないから、パラディ島で女王の側で生きていくのかね。清美様は清美様なので、ここぞとばかりにさっぱりした本国に帰還してお国とお家の再興を目指すでしょう。
マガト隊長はマーレ人の中ではかなりマシな方で戦士隊大事にしてたけど、それでもちょっと前まではジャンが自分の話してる時に、自分が体験したこともない歴史の輪でマウント取り出すワンピの方ディレベルだったからな。ガビの謝罪やら見て、自分を見つめ直せてやっとこれからって時に言ってしまった。ベルディア収容区にいたおっちゃんたちもそうだけど、マーレにも死んじゃいけない人たちは大勢いたんだよな。戦争で消したんだり、地ならしで踏みつぶされたり、ちまってほとんど生きちゃいねえけど。エルディア人の巨人の力とエルディア人の収容区を間近で見て体験してるのは事実だよ。残った大陸だってエルディア人が残してったのキープしてるだけなのわかるじゃん。昔のエルディア帝国は国内にしか怖いものなくて無敵だよ。マーレ人が感謝してるのは広大な土地を残して去ってくれたこと。マガト隊長が許さないでくれ。俺は本当にどうしようもないしてるライナー見て、こいつ頭がおかしいのかって困惑してるところ好き。マガトから見てもライナーは頭おかしいんだな。マガトが困惑したのは、ライナーの精神がおかしくなったそもそもの原因が子供だけで始祖奪還任務させた愚かな自分たちの行いのせいだと再認識したからだぞ。マガトのセリフ、あの子たちがただ普通に生きることができたら俺はどんなに嬉しかったかのタイトルまとめ見て、その感想なのか。前に実施して自分の反省を清算しようとしたマガトを責めるコメントがあったけど、どの道エイガー派を巻いたところでエレンとの戦いにマガトはお荷物にならざるを得ないから、巡洋艦を爆沈させる人員はもう彼しか適任がいないんだ。巨人も立体軌道もないから戦力的に重要じゃないんだよな。軍人としてはさすがにマガトの方が強いんだろうけど、あの状況下においてはガビと大差ないし、誰が死ぬかってなったらマガトかもな。カレーで4年前のこととか鮮明に覚えてないから、直近の幸せだった頃の情景なのかもしれない。真面目に考えると、ここでは現実にあった情景を回顧してるってのがミソで、4年前だと一番の庇護対象として見せたい候補生組が入れられないからな。さらに言えばマガト自身がこの瞬間を守りたいと自覚した上で目を背けていたのは、送り出したライナーが無事に帰り、アニトベルトルトが帰ってこなかった4年後で、自覚した瞬間の情景とか深読みしてもいい。生きたまま食われた中東連合兵、あんたは戦争犯罪者だろ。今さら綺麗事を言うな。無効化戦術に使われたエルディア人、従順なエルディア人にだけは随分と優しいんだな、うとか言い分はあるだろうしな。どう見ても善人ではない。マガトですらマーレ版のイェーガー派でしかないというのも一面ではあると思う。壁外には調査兵団などなかったというか、世界救い隊の理想と善意が、ほとんど狂気のレベルで突出してるというか、一度記憶をリセットした上で、壁内という閉鎖環境で100年かけて純粋培養されてしまったある種の異常現象ではあったんだろう。良くも悪くも、ハンジさんの言うように元帥殿は、人々を救いたいという機械な悪魔に困惑しておられるのだということなんだろう。それを肯定的に見るかどうかという話になってくるのだと思う。シリアスなのにふざけてるのは原作からして擬音とかでそうだし、まあ